マッケンジー・エヴァン・ゴアは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州コロンバス軍、ホワイトビル出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンディエゴパドレス参加所属。2017年の MLB ドラフト一巡目で、サンディエゴパドレスから指名されプロ入り。参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスで、プロデビューし、7試合に先発登板して0勝1敗。防御率1.27。 三十四奪三振の成績を記録した。二千十八年は A 級フォートウェイ・インティン・キャップスで十六試合に先発登板して二勝五敗、防御率四点四五、七十四奪三振の成績を記録した。二千十九年は A 級レイクエルシノア・ストームと AA 級アマリロ、ソットプードルズで合計二十試合に先発登板して九勝二敗、防御率一点六九。 135奪三振の成績を記録した。また、シーズン途中には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2020年は、新型コロナウイルスの影響で、マイナーリーグの試合が開催されなかった。2021年のシーズン開幕前に、MLB 公式サイトが発表した、プロスペクトランキングにて、全体3位にランクインした。しかし開幕後は、トリプル A 級、 エルパソチワワズで不審が続きシーズン途中に更新された同ランキングでは62位まで後退してしまった。ありがとうございます。